夢かなった。まあ、どうだろういや、な。でもね、なんかそのファンファンくるり好きやったん、もともと。私のでも初めてのくるりとの出会いは、そう、高校の時にできた初彼が、初彼が好きやったんですよ。こう何？こう何ね？こうなんね。1の終わり。あ、1。おお、1の終わり、初カレーできた。いいね、いいすね。ごい。いいね。いいね。初カレーが、初ごめん、くるり付き合って。カレーが好きやって、んで、ワールドイズマインのアルバムを貸してくれて、なんかね、同じ部活やったんですよ。で、部活の、新入生、はこんな人ですみたいなプロフィール冊子みたいなのがあって、そこに好きな音楽欄があったんですよ。そこにその子がめっちゃちっちゃい字でくるりって書いてて、そうなんだ。そうなんやと思って、で、まあ、それで1年弱してその子と付き合って、で、ワールドイズマインのアルバム、このアルバムの男の子と女の子って曲を聞くといいよって言われて、教えてもらって、いいね。ここ最近で一番楽しいかもしれない、今のおばちゃんの話。聞いてて、文字のところをボコボコしてんだねとか言って。ジャケットのとこのモコモコね。ちょっとクソなるやつな。あ、触りすぎて黒くなっちゃうしね。汚れちゃうけど。すごいねって。かわいいやつな。なんか言ってましたよ。あの時のトラティのモコモコティもめっちゃ売れてんで。売れた。ロックの T シャツと、そのワールドイズマインのモコモコしたやつが書いてある T シャツはめっちゃ売れたから、東京とかで井の頭線とか乗ってたら、チームロックのツアー中とか結構来てる人がいて、たまたまツアー中にしげる君がその T シャツ着てて、福岡かどっかで 街歩いてたら、取材されてスナップショットが載ったっていう。いい情報だ。俺そういうの何回かあるから、Vlog とかでもなんか出た時に見に来た学生として、フジロックエクスプレスみたいな 何回かあるから、そういうの。まあいいや、ほんで、その彼とはどうやったんや。どうもないですけど、でも今も友達ですよ。ライブ来てくれたし、何回か。ファンファンの元彼の人が小さい字で書いたのもそうですけど、なんかみんなアピールしないですよね、くるり好きとか。ああ、そうね。そう、だから会うとこう、なんか密教徒同士みたいな。だから、教育出た、教育出た。古いの集いとかでも、他の人たちが勝手に集ってくれはったりするのかな。なんかひ秘密めいた感じにしておくとか。なんかこう、皆まで言うなみたいな感じがあるのかね。なんか分かる人だけ分かってくればいい、言えればいいみたいな人が多い気がする。実は好きやねんみたいなのを美徳としてるみたいな。そう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 。はっきり言うていこうや。